環境省と気象庁は福岡、佐賀を含む九州北部に熱中症警戒アラートを発表しています。午前10時40分の時点で、糸島市の前丸では気温34.7度が観測され、全国で一番の暑さとなっています。今日、日中の最高気温は久留米で38度、佐賀で37度、福岡、北九州、飯塚で36度と猛烈な暑さとなる見込みです。 環境省と気象庁は福岡佐賀に熱中症警戒アラートを発表し外出をなるべく避けエアコンなどで涼しくした環境で過ごすよう呼びかけています佐賀県伊万里市では70代の男性が熱中症で倒れ亡くなっています警察によりますと男性はエアコンのない部屋で過ごしていたと見られ部屋の気温は夜間も30度を下回らなかったということです